い、皆さんこんにちは、ナミキです。いやー、ようやく通しましたよ。前回ね、いや倒せねえ倒せねえって言ってたじゃないですか。最後の方倒しましたよ。いやー、消える、私の英語が消える、私の位置が、悲しい実績が、偉大なる実験結果が、英語もう一度私に英語を超えた。コーマ賞倒した。リボーネ、お前のリボーネ、お前の実験から生まれた病の全て、エルデンから突破しましょう。フィン、いらないみんな分かってよって、少し寿命は縮まったかもしれません。ですが、ほんの数十年です。地上の政策には全く影響ありません。先生はその姿を言って、人間にしか見えない。英語と秘密があります。今のかな。俺は見ている。先生と話してもらって、話してもらって。そうだ、そうだ。西方歴2218年、コーマ症未亡年を発表し、死人病の特効薬を得て新たに高専教におけるヒルトの治療に従事したのこと、明日大手リグランドの受け公文を開始、その際ビッグ族の選手ナビが入隊を希望したため、今回の任務における貢献を考慮し、補強としてくれるのか、高校軍の隊一日中に一行日中に大手の施設作業員の結果を取り組むところに成功、死人病の治療現在届かれなかったので大手のものが再配布と。以上が高専教の任務の点末となります。難病の治療法を確立のみならず、なぜか高馬賞の討伐を成し遂げるため、これは長きにわたる赤月騎士団の歴史において類いまれなる功績と言えよう。舞台の父並びに大将である南部には相応の報酬を設置を、まずはご苦労だった。これであります。目にしも青の紋章から20個に達したと発言した、それが相馬賞の結果を破ったと。はっ、その場に合わせたのは全ての点、全ての点です。もう金同様にまた己の意思での完全な発言はできていないようです。ブルークレスト、我が団の資料でもほとんど見かけられなかった謎多き紋章の持ち主などもが現れる。その発言の際、いずった不思議な少年の姿を見て、何事か話をしたとも言っています。また、同じ時、風のその場で少年らしい声を聞いております。なお、どう見ても声の主に、紋章を続ける何者かの存在か、今やリグランドの会社を導いたという天使の源泉か、天使、確かリグと同じやな。一つ確実なのは、我ら赤竜騎士団はまた一つ魔源と戦うための大きな力を得たということだ。ユミドラ、二人を導いてやってくれ。大いなる力に惑わされぬようにな。は、この意見です。うん。舞台には十分な休養とはするがいい。次なる任務については追って到達する。は、うん。ユミドラ、新しい隊員たち、痛く気に入ったようだな。はい。皆修行の果たせ
家族を飛んだ災難かもしれない。姉ちゃん、ティオ、キャー、よかった、うん、これ、体験できただけで石油騎士団に入って書いてあるというもので、そしたら、石油、冷戦がゆるゆるに、このような場面にある、すごく弱い、家にすばっこない、本当によかった、ケイン、この光景は目に刻んでおけ、これこそが我が隊の存在感だ、この世はエルデアの神、すべてにもたらすことです。はい。父さん、母さん、俺、戦えよ。英語説とエルデモンはみんなを救うため、赤竜騎士団の仲間とともに戦い続ける。第2章、カン。鳥獣一気に喧嘩作戦、キヨ少年を遠征に同行ですか。状況を殺すリジェットは弟の命に関わることがあるので、その命令を発表する可能性を高く、ある少女が自分の村に払われた結果を突破したけど、自分より弟の危険を見る前に同じと盆栽を発表させられた結果とかも、まさか今日会えて危険に倒すけど、ロゼーションの話をさらに流せば、ルミレーは危険でした。どうしたら、意志の男性は確認する。彼はすぐ健常者専用のだ。それに、マジスの声がある高い調理技術を持つ。というのは、獣士として仕事にもこと欠かないだろう。ルミレー、我々エルデのためには、この英語説を必ず生き抜かなくてもならない。そのためには、二つの連勝を宿す者たちのさらなる修練が必要となる。そしてそれは、特に残酷な方法に移るかもしれない。が、あらゆる手段を通じて、改善を求めることこそが我々、赤竜騎士団の務めだ。は、ところで、もう一つ相談があるのだろう。どんどん元気になってます。本当に良かった。ケイン、ありがとう。先生も。本当に、赤竜騎士団のゴルフなんか、キヨは回復したの必要なのに、私、行政のシステムからキヨを守ることができる。でも、この際に入ってキヨや市民病の完全としてたから、けど、その人たちは無理なんです。私たちはもっと強い人間の人が、まだまだ入ってきた。だから、今度はその人たちを助けて、私も行ける。友を助けて、もっと命を守れる。私はそんな人間だから大体あなたが俺は赤竜騎士団でリゼット、ああ、ごめんなさい、君には武術の才能とそれに青い紋章の影まであるの君ね。え、青の紋章は騎士団の学者様が調べたところによると、それを宿した者は青い紋章の勇者を導く役を守っていたそうな。でも誰かを見つけてなんておかしいんだ。なんでこんなものを宿すんだ。伝説は伝説だ。どんな力をさ、つけても自分らしいことしかできない。クイーン、ありがとう。え、クイーン、ずっとこの新たなものを我々はこれを、ネジジャンプ、伝説中、そう、ネジジャンプ。ネジジャンプ、それは東方のサラスメアの、有能な野球家の髪が、リグラントにもじゃあ、FCR の柏型の手伝いでどうなんだろう。実は行ったことないのだ。そして、LA の申し事ある武器とかに、
察したような手でさ、きっと苦しいのよ。なんだなんだ、砂漠を見かけた。砂枯れ、砂漠にお前らなんかと一番いい。浮かない向こうだって、浮かない向こうだって、そこは露天の道だと思います。団長から獣医師の参加をいただいてるんだけど、今日は明石の御嶽を先日2回投げつながるんだ。そして投げをその通り投げるのは目を見張るもんだ。倒しても、ドリームで探し、ミニカンパ、3人だ。アストリッド様、ドリームドが大将になると、今は感謝感動様、感謝です。今日も、独立舞台の感謝、今日も口調がありますので、今日もやっております。出ろと。でこっち行って、あ、槍の鼓動があなたを求めて槍もないので終わるのに言わないでくださいね。ロシアだブロックチラThank you.
しっかりとどめだ。あ、でも結構楽勝だったじゃん。というのでまたお前しましょう。今度はもっと強くなって私を見せつけしますよ。何やらお忙しいように見えてしまった。ストベアと申しますか。戦力になる人材はいい話がありますよ。いや、私だけではなくてウルグロアのあたりは誰か近くになりたいと気合い人に問いたいと思います。制度基地団とかなんて何も困ってないと言ってます。ただ困ってないと思います。声が低くなると私エルグロアの天然にもどうにかならないと思います。まあそんなやつがね、とりあえず探索だ探索は。お、ポータルあったポータル。ゲレム攻撃が低いときに強烈な攻撃を繰り出してなんか発見しましたね。マジで。じゃあブロックキラーだ。
の高いのは現状報告書は3つ目で、
あなたいらないんだけど。
家族は ジャナファットは床の網に住んでいます。
粗相ないように乱れんと開けるから、そしてあとはトーン回しましょう。赤牛の基礎の皆様、縁の春までお越しいただき誠ありがとうございます。お住また一部のあまなんで半生が生き取っておられるのではないかと大変な思いをさせていただきました。誠を申し上げてございます。こちらどうかお気に入りさま、我々も不勉強で天国を取り出しております。お気遣い感謝しますさて、結局なんですが、すでに一戦負けられたようですな。かの教授と大変強大な申し上げます。敵座与えながらも戻してしまいました。負傷者を守りながらできたり、それだけでもあなたが自動の高さを加えます。しかもあれは教授の項目と思われるもの、項目他にもあのようなものさようでございます。どれも項目ほどの力を持ちますが、いずれも手ごわく数も少なくはない。魔人の先兵なのでしょうか、わかりません。ただ奴らは現在沢家の南東にある遺跡を拠点としているからです。我々も舞台を集め討伐に向かわせましたが、犠牲を増やすばかりでありました。数多くの廃止しておられます。メリザンテの舞台がですか、敵です。しかしこの通り手を挙げてでは、私どものことでまずは問題の指摘を調査いたしましょう。その上で教授たちは相当金沢、池波沢に任せます。私どものデータ順を上げていただきます。親父、どうだ、会議への参加を許可した覚えはないぞ。教授討伐の任務、なぜ俺に命令しない。それどころか家臣族の軍を借りるなど、俺の遠征中に一体何があったんだ。教授とは一体何なんだ。ガルガ、下がれ。何だと言うのだ。まずは笠上に言いました。戦士の拒否、ガオを監視の処方がなければ大将の有能な選手と見てるんですけど、教授といった 何者でもない、何かモンスターとはそこまで存在のような感じがある。時は何か心当たりがありますか。さあ、わかりません。それに時はコーマ説、あまたのモンスターが来る、コーマの春、いかなる異常が生まれようと何が進むかありますか。考え直した方がよくて、ですが教授になる者が被害を及ぼしていることは事実です。誰に我々が体感しました。それを放っておくわけにはいかないよな。ああ、どんなモンスターかいるでも、ね、あんなに被害を加えられたら悲しいですからね。まあ元気なことを、何にしても教授の被害を抑える手立ては検討しなければなりません。それに彼ら救いを求めています。待ってくれ、そんなことでは。では我々はこれより砂漠の南東にあるラケルタの遺跡ルガナを目指す。だが遺跡までの道のり途中にはエルブロアというバルク族の集落があって、私の住んでいる場所です。君は元気になったのか。ガルバ、俺はエルブロアの交通運びそしてルガナのそこに作る教授でも倒す。ダメよガルガ、戦士長のあなたが持ち場を離れるなんて、ガとはいえそこを失うわ。我らにはどうなって教授とは、その勝利でガを示せば親父も納得するだろう。人間、行く道はなしだが頼る気はない。お前たちはせいぜい俺の邪魔をするんだな。お聞きなさい、一人で死にというものを気にするほど私たちは暇じゃありません。お前の剣は美しい。だが血の味どころか匂いも知らぬ剣など、子供の幸にも劣る。な、行くぞ。
ですが、すいません、ですが彼にやる気はないのです。我々はまだエルドラーの準備を終えて出発だ。何や波乱の旅路に浮かんだね。どうも一つのやつは一つのね、さて用意してじゃあ何モンスターいたってことね。いいよ、この辺のモンスターどんなもんかちょっと見てみよう。あ、でも結構意外とそんなになんか強くないのかなっていう印象で、いい感じの時間だからもうあれかな、今日は終わっとこう。なってんだ。じゃあまた次回。